もしもーし。犬、うわー、お誕生日おめでとう。どんちき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 。おめでとう。んちゅ、んちゅ。あ、アンジュです。人って放っておくと名乗るんや。あれ、あれってなった今。何かが違うか。いや、お誕生日おめでとう。今年分のキッツやで、うん、ここら辺に出しとこうかな。あれ邪魔で聞こえない。あれ犬あれ全然追撃するけど。いやかも。やかもな。お誕生日おめでとう。あきにあきに何してたん。見てましたよ。あ、見てたんや。マジでこれのためにアラーム設定して昼寝から起きてもう準備万端で。どうするんそれで一番最後とかやったら。いや、ありえる。だってリゼの次違ったから、あれこれもしかしてサンドイッチかって。あ、ないんやんな多分、さっきの会話的にと思って、リゼのやつ的に、はいはい、ってことはどこと思って。めっちゃそわついてた。怯えてたんや。そうだから、チャット来た瞬間どんちきどんちきどんちきってなってた。めっちゃ帰ってきたもんね、チャット。そう、来たでーってなってた。めっちゃハッピーになってたから。よかった、ハッピー。秋に、うん、いや、そう、サプライズないね。もうね、リゼと事前に喋ってて。な、全然いいよそんな。そう、ちょっともにょもにょもにょしてた。でもワンちゃん本当にね、とつない可能性があるって言ってた。今可能性。そう、いやもう本当にでもマジで言ってた感じと同じ、他の子とかにかけてる可能性全然あるから。いや全然そんな、そうそう、なんかそんななんかしてほしいとかじゃないの私は。でもなんかしたい気持ちはあったりさ、でも浮かばんのよな。あの時のリゼのあれがなんか典型すぎたっていうのもあると思う。そうね。あの時はもうなんか勢いやったもんね。いや、すごかったね。数日前の勢いで。そうそうそう、ね、あれはよううまくいったなと思うし。そう、なんかあの時とか、ね、その去年のんじさんの誕生日とかは、そのなんかサプライズがしやすい環境やったんよ、すごく。そうね、どっちも、うん、時期的にもね、なんかちょっと空いてたりして。そう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 、だからなんか全然私はそういうのは求めてなくて、まあなんかただお話できたら嬉しいなっていう気持ち。お誕生日おめでとう。あ、どうした、苦しい。いや、苦しい時にチュンチュンってのやだろ。うって言ってるから。苦しいかなと思って。違う、全然違う。ためキッスしてるから、ためてのこう空気感出して。ここ数年で覚えた技なんやけど。いらねえ。ただのチュッチュってね、チュッてすることによってちょっとこう質感が出るっていうのを覚えたから。きめえ。ひどいなりよ。こんなにしたのは犬が初めてなのに。キモいなりよ。キテレツー。キモいなりよ。うちともご飯行こうとか、3人でご飯行こうだ、また行こうだ。行こうだ。行こうだ、また。何食べ行く、ま、肉食いに行く。次もんじさんに電話で予約してもらうんや。あの、なんか電話いただいた方とまた別に。あれ、全員お揃いですか。あの時のマジで分かる。一瞬のキョトン感すごかったよ。え、はいみたいな。いや、それは3名やからねみたいな顔してたもんね、我々も。面と向かってああ言われる、電話口ならよくあるけど、面と向かってなかなかないから。お電話マジでびっくりした。お電話男の方かなって思ってたので。そうそうそう、いやほんまに普通忘れてるのに。その、うん、覚えてるようなすごいしっかりした接客だからこその悲劇をね、うん、本当にあれは。いや、あれはね、嬉しかった。いや、初めて生で見たと思って。すごい嬉しかった。私、二人が拍手して。でもあれからも結構経ったよな。いや、そうよ、結構あの日天気ちょっと悪かったの覚えてるもん。いや、覚えてる、うちも、うん、でも大体そう、本当に思い返せば少々天気悪かったね。そういえば、あ、そりゃそうか、だって出ちゃうもんね。そう、本当にそう。いつも大体雨。めっちゃ晴れてるってことなくない？だって、いや、ないわ。なんかね、曇りとかは時々止むとかはあるけど。ああ、そう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 。基本降ってんのよね。サンバカで快晴が思い浮かばない。確かに。なかったかも。だからフェスの日はさ、天気悪くなくて珍しいね。あの時快晴だったっけ。いや、もう
使い切ってるんかも、そういう時に、イベントごとの時に。いやね、私いまだに忘れられへんねんけど、はいはい、自分のソロライブの時に、はいはいはい、あの2人のっていうか伊勢ちゃんの入りのタイミングまで振ってたんよ。やったっけ。そう、振ってたのあの日。はいはいはい、はい、けど私が入る時はもう振ってなかった。すごいすごいわ。すごい、ね、リゼと入り時間ずらしゃ結構幸な可能性だ。思うもん、外出て降ってたら、うんうん、リゼ今外かってちょっと思う時ある。いやそうなんよね、はい、なんか一回言ったことある、なんか雨降ってる時に冗談で、もう外おるやろって言ったら、本当に外なんだよねって言われて、フルフル、ごめんっつって、ごめんそんなつもりじゃなくて、ほんまに、ほんまに外やと思ってなくて、ごめんってなっちゃった。なんかサンバが集まった時も、私の時降ってなかったけど、リゼの時降ってた時なんかあった気がするんだよな。なんやろ、なんか忘れたけど、うん、なんかでもあった気がする。あるある、よくある。イヌイの時降ってなかったんだっけな。とりあえずリゼの時だけ降ってて、なんか怒ってたのが妙に覚えてる。いやもうあれはでももうアイデンティティとしてね、うん、もう能力だから。能力だから。あれはもうそう、ほんまに時代が時代なら神として崇められる。いやそうよ、本当に、うん、感じの能力やからね。今だからこうなだけで、今だから。え、ちょっとさ、ジェイさんにさ、ジェイさんにはこれを聞きたかったの。なんか最近